ますか。お月さんをね、うさぎさんが見てるんですね。かわいい。お月さん見てるんですよ、うさぎさんがね。あそこに帰りたいわってことかしら。どっちですかね。向こうから来たんですかね。こっちから行ったんですかね。ちょっとよくわかんない。うさぎさんが見てますね。ちょっと待ってください。わあ、どうでしょう。見えますか。かわいい。お月さんもね、こちら、うさぎちゃんが月さん見てるんです。で、ここにちょっとススキがシュッシュって、ススキがシュッシュってね、あるんですね。ほんとね、ちょっとこの浮かんでるのは、ススキの穂でしょうかね。風に吹かれたススキの穂が銀粉って表されておりますね。すごいかわいい。ちょっとですね、何かストーリーを感じますよね。かわいいんですね。では、ちょっといただいてみたいと思います。これがまたいいですね。全くの円形ではなくてね、少しこうおぼろ月みたいな感じで背景に溶け込んでるんですよね。すごい可愛いですね。こっちからいただきます。いただきます。あ、柔らかい。中はですね、さつまいものようですよ。少し紫色の皮が見えまして、黄金色のあんこが見えますね。いただきます。柔らかい。口どけがすごくいいですね。美味しい。美味しいしか出てこない。本当に美味しいですね。はい、こんな感じでございました。それで福さん右手と左手に近いして、で、さばき直して、おなつめ切ります。本日のお菓子、こぼれはぎですね。この前ご紹介したお菓子とまたちょっと違いまして、今度はウイロン生地のこぼれはぎになってます。すごく綺麗ですね。若草色の、ウイロン生地の上にですね、こちらは先生がご自身でこれ色付けされているんですけれども、あられになりますよね。あられのご自身で色付けされた一色じゃないんですよ。いろんな色が、ね、入ってるんですね。ちょっとこちらいただいてみたいと思います。赤も入ってますね。赤と白とね、アクセントになる。本当ですね。先生昔絵も描かれていたんですよね。絵心がこういうところにね。ちょっとごめんなさい。食綺麗ですね。いただきます。うん、昨日はあんこを2種類作ったんですよ。さつまいもと味噌で、さつまいも煮込んで、今先生おっしゃられた通り味噌あんですね。白味噌あん、美味しいですね。思った味と違ったからちょっとびっくりしたんですけれども、お味噌の塩気とあとあんこの甘みがすごくいいバランスで、とっても美味しいです。ありがとうございます。ではお茶を。右足から立ち上がって左足を振り上げ、右足で進みましょう。お茶の前まで進みましたら、お茶右手で上から取りまして、左手のひらの上、右手真横からホールド、そして左足から立ち上がって、私お正客でございますので、お正客さん以降にお尻を見せないようにして座りましたらば、お正客さんとの間に置きまして、お先に、そしてお膝の前に置きましたら、お手前頂戴いたします。右手で真上から取りまして、左手のひらの上、横からホールド、一回あがめて感謝して、右手を入れた上、二回回して正面を避けて、ここでいただきます。最後に吸い切りましたら、お口つけたところ、薬指と親指、
揃えたままで少し清めて、その手を返して清めまして、正面を半時計回りに2回回して改めまして、お膝の前、へりそと置いて、ここでお茶を拝見いたします。軽いお辞儀ですね。第二関節までつけて、そのお辞儀にしましょう。お茶は両手で取りまして、ヨシアの茶道教室のご案内です。ヨシア茶道教室は、JR 藤沢駅より徒歩3分のところにある茶道教室です。ただいま、生徒様募集中です。私どもの教室には、初級、中級、上級など、あらゆる茶道歴を持った生徒様たちがいらしております。毎回、宗家先生の手作りの和菓子を囲みながら楽しく稽古しております。経験のない入門の生徒様もいらしております。どうぞご安心ください。私ども丁寧に茶巾の畳み方、服座の畳み方、また歩き方、座り方、立ち方など、そういったところからご指導いたしております。どうぞ安心していらしてくださいませ。夏の暑さも和らぎ、だんだんと外に出るのが楽しい時期になりました。美味しいものを囲みながら、ほっこりとリラックスされて、そしてご自分を磨く